9月14日に行われた陽生社長バースデーイベントを控えたある営業日、雫部長の提案でこんなイベントが開催された。お店として初めてとなるプロモーションビデオの撮影にあたり、出演できるメンバー6名をこのイベント日1日の売り上げで決定してしまおうというものだ。予想外の結果となったこのイベントの模様をお伝えしよう。新人もベテランも関係なく盛り上がりを見せてきたこの対決も、まもなくラストオーダー。一体どのような結末が待っているのか。あと2分後11時45分になったら完全にオーダーストップさせていただきますので、ゴシゴシ入れてください。お待ちしております。この時間からも雫のお客様が来店。彼は企画の発案者だけに、この勝負負けるわけにはいかない。違うのよ、まず。この人も同じタイミングで。この人がまず言ったの。盛り上がりますよ。カードじゃないですかね。2万円ですから。陽生は自分のお客様への接客をしながらキャストへの目配りも行う。数々の映像作品に出演してきた彼だが、社長として PV に出演する心境はまた違うのだろう。集計が出次第、ナンバーの発表をさせていただきます。クラブホライズン、まだ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 行くぜ。陽生のお客様からシャンパンのオーダーが入った。まだまだ盛り上がりは続くようだ。ダメ落ち、ダメ落ちということで、おしゃれパスが一番出てきました。感謝の気持ちを込めて、せーので、ありがとうございます。それではこちらのシャンパンの方、させてもらいたいと思います。シェイシェイ3、2、1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 、2、
いらっしゃいませ。いらない。あ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ちょっとあのミュージックまだ早いんじゃない。まだあるぞ。まだ。本日は本当に大盛況でここまで盛り上がったので本当に、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。一緒にイベントを併用しまして、ホスト TV さんで制作いたします当店のプロモーションビデオの、選抜バトルとなってました。そしてその選抜6名決まっちゃいました。ダランポその発表を今から行いたいと思います。それでは早速発表させていただきます。まずは、もうこちらはですね、もうナンバー関係なしにして、同店の2番看板、四瀬社長&夏希代表、
プレーン確定です。おめでとうございます。 PV 出ちゃいます。本当ですか？本当です。プロモーションビデオ、はい、略して PV。 PV です。はい、それでは本日1位だったのはベベント、シルク部長、おめでとうございます。正確です。そしてそして鈴木いまして、最近波に乗ってます、超絶イケユウ、おめでとうございます。ユウ君入れちゃいますよ。ユウ、おめでとうございます。そして残りは2枠、さあ誰でしょうかね。ただいま彼も絶好調中ですね。どんどん勢いよく登ってきております。高丸、おめでとう。高丸、おめでとう。おめでとう。おめでとう。さあ、おい、おめでとうございます。そしていよいよ残り一枠、さあ誰でしょうかね。これはもしかしてヤフミか、ヤフミか。いやもうちょっとみんな応援してあげて。それでも、それではですね、じゃじゃんと発表させていただきます。最後の一枠、トリナです。おめでとうございます。トリナ、おめでとうございます。ギリギリ近いわ、寝れます。コーチ君が TV に寝れます。近いわ、おめでとうございます。なんかね、ナンバーワンこの店で V3 取らせてもらったんですけど、その時より今日1日だけの争いでナンバー取れたんで嬉しいっす。うわ、やっぱ後輩が1日だけでも勝とうと思ってすごい頑張ってきたんで、そういうのはやっぱりこうやって勝てて気持ちいいわ。新人キャストの頑張りもあり、意外な結果となった PV 出演権をかけた対決イベント。次週はいよいよ先日行われた PV 撮影の模様をお伝えする。緊張しながらも斬新な撮影スタイルに挑んだキャストたちの姿をお見逃しなく。どうでしょう、こう、もう伊勢屋さんにしか見えない。ここじゃ、ね、伊勢屋さんにしか見えない。今日覚えたところです。